やらないか。どうも、ホモライスです。今回はディンボーというゲームの実況をやっていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。まあ、このゲームかなり結構古いかな、5年前かな。まあ、その時自分も一回クリアしたんですけど、まあもう一回やってみようかなって思って発掘してみました。確かこのゲームはストーリーがないんですよ。ストーリーがない、まあある、強いて言えばあるんだけど、そのストーリーっていうのが、自分の自らの運命に逆らって、自分の妹を探すためディンボーという世界へ迷い込んできたっていう設定になってますね。まあ要はこの主人公の最終目的は妹を探し出すことなんですね。まあ妹ディンボーっていうのがそもそも、まあ、死後の世界なので天国と地獄の間ぐらい、まあ、そこの世界へ迷い込んできて妹を探しに来たってことは、まあ、妹は死んでしまってますね。多分この主人公も死んでる、現実世界では。まあ見ての通りこのゲーム白黒で、2D、 まあ、結構してる人少ないかな。まあ、このゲームは主に、なんだろうな、トラップを回避しながら謎を解きながらエリアを進んでいくゲームですね。お、船がある。よいしょ、どんぶらこ。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご、一つ私にくださいな。というわけでどんぶらこと湖を渡っていきます。はい、到着。まあ3、4年前に1回クリアしたって言ってもほとんど覚えてないんで、昨日か一昨日ぐらい一応ね復習はしてきました。復習しないと多分結構時間かかっちゃうと思うのでね、ここは飛び移って、よいしょ、登っていきます。結構ねこのゲーム結構リアルなんですよね。あとグロい、あ、言い忘れましたけども、このゲーム死ぬとグロいんで、まあ苦手な方は気をつけてください。例えばここにあるトラップ、ほらほら、白黒で本当にありがたいですね。これがもしカラフルだったら嫌だな、見たくないよ。こんな小さな子供がぐちゃぐちゃになるところなんて見たくもないですね。どんどん森、はい、これは死体ですね。死体上に登るためにこうだ、よいしょ、でここに飛び移ってパックンチョ、よいしょ。まあサクサクと、まあ少なくとも最初の方はサクサクと進めていきたいと思っております。さあどんどん森を駆け抜けていきますぞ。おお、危ねえ危ねえ、おお、クソ団子が転がってきた。あんなでっかいクソ団子見たことないわ。クソ団子とかダークソウル2やってないしと分かんないね。次はなんだっけな、よいしょ、ここね、鶴が垂れてるね。次はこの池を渡りたいんですが、この主人公は泳げないので何か船になるようなものが必要です。まあ、そこでこの台、足場を引きずってここまで持ってきて、こう鶴を登って、いっせー
ーのーせっ、まあ、こんな風にここを登っていきます。よいしょよっよいしょ。でこの木を倒す、ライダーキック。ほら落ちろ落ちろ、あぶて、俺も落ちる。まあ、こんな感じで、あ、上は卵はいいや。よいしょ。まあ、ここを着して飛び降りていくと多分ぺっちゃんこになるんでね、ここもね、落着せずに慎重に降りていかないとね。で、この木を押してあげて、こうだ、この辺かな。よいしょ。まあ、この主人公結構怪力の持ち主なんで、丸太ぐらいなら軽く押してっちゃうんですよね。さて、この先に待っているのは何でしょうね。おっと、あれは雲か。ああ、死んだ、嘘刺されちゃった。ちょっと不意をつかれたな、っていうか完全に油断をしてました。こんにちは。ほら、おい、危ね、来いよ、来る、ほらほらほら、来る。お、落ちたかな。なんかこうやって雲に地面をブスブスさせると振動で木の枝の上に乗っていたこのトラップが下に落ちてくるんですね。で、これを、持って行ってあげて、まあこれをね、ここに、よいしょ、はい、この雲を誘導して、こんな風にもう一回、あと2回かな、こいつの手足を3本ともちぎってあげるんですよ。危ない危ない、よいしょ、ほらこっちこっち、この3本目がちょっと厄介かな。起きた、できた、逃げていく、逃げていっちゃった。さて、どんどん森を進んでいきます。あ、ここは洞窟かな。ちょっと不気味で怖いですね。おっと、あれは雲の糸、さっきの雲の巣かな、ここは。おっと、おっとっとっと、クモの糸が絡みついてしまいました。後ろ来てる、後ろに来てる。どうやらお迎えが来たようですわ。それじゃあまた会いましょう。やーらららららら、くる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 に巻かれちゃいました。はい。まあこれ逃げ出せるんですけどね。よいしょよいしょ。こうやってこんな感じで、よいしょ。でも体に巻きついた蜘蛛の糸は取れないので、こうやって間抜けですがぴょんぴょんと跳ねて、まあしばらく進んでいくわけでございます。よいしょ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 。ここがね、いきょ、せーの、よいしょよいしょよいしょ。何のトレーニングだこれは。よー、落ちる、危ね。こんなところに、よいしょ、でっかいクソ団子、危ない、ドスン、よいしょ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 。そしてここに大きなクソ団子、まあこのクソ団子を転がして進んでいくわけでございます。よいしょよん、よいしょよいしょ。落ちないように気をつけて慎重にクソ団子を転がしていきます。っていうか後ろ来てますね、お迎えが来てますよ。さすがにもう捕まりたくないです。逃げます、全力で、早く早く、やばい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 、ちょっとやばい、逃げろ。おお、
雲の糸が取れました。でもなんか頭にちょっとついてるね、鳥の糞が。鳥の糞つけたまま進んでいきます。こんにちは。おお、びっくりした。ここはどうするんだっけな。これか。よいしょ、危ない。で、せーの、よいしょ。おっと、ここはなんかヨッシーアイランドみたいなところかな。まあ予習したって言っても全部覚えてるわけじゃないから。やっぱ何回か死ぬかな。何回死ぬんだろう。あれあれれ、よいしょ、ん、こうか。お、危ね、よいしょ。あ、危ね、危ね、危ね。お、やべ、お、あ、やばい。あ、危ね、スイッと。さあ次はどんなトラップが待ってるのかな。おっと、あれは雲だ。おお、あ、おもちゃか。ちょっと速度計よ。お前か、何やってんだ。こら、あいつどこ行った。危ねえな、あいつ許さねえな。ん、おお、なんか転がってきた。あ、やばいやばいやばい、よいしょ、危ねえ。ああ、いきなり燃えてるタイヤなんかが転がしてきやがって。誰だ。おお、やべ、あいつか。あいつ危ねえな。ちょっと仕置きが必要ですね。追いかけましょう。この上かな、登っていこうか。よいしょ、高いな。ずいぶん高いところまで来ちゃった。おっと、首吊り死体があるぞ。なんだあいつか。これもトラップか。うお、えべ、ああ、死んじゃった。なるほどね、もう同じ手にはかかんねえぞ。来いよ。あれ、来た、よいしょ。ほら、これだ、よいしょ、よいしょ。あいつどこへ逃げた。もう許さねえぞあいつ、俺を殺そうとしてきやがって。これはなんだっけ。やべ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 、来てる来てる来てる。ちょ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 、早く早く、急げ急げ急げ。やばい、さっきの雲が来てる。あ、これはあれだ、シーソーだ。ちょっとこのお兄さんに反対側押してもらって。お兄さんお願いします。はい、ありがとうございます。はい、バイバイ。じゃあ先進んでいきましょう。これなんだっけ。おお、これはいけるかな。いけた、よいしょ。おお、やべやべ、来た来た来た。これは やばくね。お、へべ、来た、逃げる逃げる、ここに逃げる。おっと、雲来た。お、おやすみなさい。あ、それじゃあ倒したで先に進んでいきましょう。次は何かな。これなんだ、ジャンプして丸太の上を進んでいきましょう。ずいぶんでっかい丸太ですね。よいしょ、結構段差が多いからね、結構大変だ。下り坂、ジャンプして進んでいこう。おお、滑る滑る滑る。おっと、平らなところに来た。おお、あいつ、おお、何これ何これ何これ。
死んだ。何あれ、え、キウイ、ドライフルーツ、え、何あれ、何こいつ、気持ち悪いな。あぶね、あぶねえな、こいつ。これどうするんだっけ、これどうしたらいいんだっけ、全く覚えてないな。よいしょよいしょ、ぴょんぴょんぴょん。ちょっとお前こっち来てよ、こっち来て、こっち来て。あごめん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 、足ちぎるつもりはなかったんだ。まあでもちぎれちゃったからちょっとね、最後ぐらい役に立ってよ。よいしょ、なんかでっかいな、毛が生えてるし気持ち悪いな、あ臭いし、もうちょいだ。よいしょ、ああ音が出える。ところでさっきのクソガキはどこ行った、あいつ危ねえな、死体がなんか入ってるし、大丈夫かあいつ。おお、洞窟の中、よいしょ、ぴょんと、ここは、あ危ねえ、はしごを登って上に登って、さっきのあの子のところへ行きましょう。こいつ、よいしょ、ひょっち、よいしょ、ちぎろ、オッケー。でこいつを転がしていって、まあ、転がすっていうか滑らせて押していって、ここにここまで持ってきて、こう登ってこう、オッケー。さあどんどん洞窟の奥深くへと進んでいきます。おっと、なんか変な虫が浮いてるね、なんだこれは。よいしょ、おお、大丈夫かあいつ、お前泳げるのか。あ溺れた、まあいいや。よいしょ、ぴょん、ちょっと下へ持っていくか。あグロいな。はい、ここをトラップ、下に降りるとあの糸が切れて上から危ね、あのブロックが落ちてくるんですよ。でこの下にちょっと、はい、犠牲になってもらって進んでいきましょう。おっと、なんか虫を踏みつぶした。おお、やべやべ、あ危ね、ずいぶん深いところまで来ちゃったな。はいはい、これあのスイッチを押すとあの上から降ってくるんですよ。あれ、え、あーはい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 、なるほどね、逆だったわ。真ん中が安全な足場でその左右がスイッチってことは、次は真ん中が出っ張ってるところがスイッチかな。よいしょ、おおなんかやべえ、兵隊がいる。おおやべ、来た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 、あ死んだ死んだ、いや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 、あ死んだちょっと待ってちょっと待って、真ん中が安全な足場で、二つ目が、左右の出っ張っへこんでいるところが安全な足場。オッケー、覚えた。よいしょ。で、兵隊さんがいるので、あ、死んだ。容赦ねえな。今度こそ、三度目の正直で、突破していきましょうか。よいしょ。兵隊さんこんにちは、逃げよう。よいしょ、来たね、一人落ちた、ぺっちゃんこ、危ね、ぺっちゃんこ、はい、自業自得。それじゃあ先に進んでいきましょうか。よいしょ、次は何かな、どんなトラップが待ち受けているのか。
あ、ここか。ここなんだっけな。あ、これだ、これ。こいつを、引っ張り出してきて、こうだ。あ、違う違う。ちょっとこのトロッコを右端まで押してやって、で、自分は上に登ります。よいしょ。で、この紐をね、こう、引っ張ってあげるんですよ。そうすると、この先にある、扉みたいなものが開くんで、まあ、急いで。あ、やばい。急げ、急げ、急げ。あ、やばい、失敗だ。あ、間に合わなかった。もう一回やりましょうか。トロッコを右端まで寄せて、自分は登って、あそこの紐を引っ張る。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。で、こうだ。急げ、急げ。結構ギリギリなんだよな、これ。いけ、ほら。おお。いけた。で、右の紐を、引っ張って、もう一つの扉を上げますね、上に。今だ。いけるいけるいける。オッケー。突破。おっと、また今度は森に出たか？トンネルを抜けて、ね、あ、なんだあいつ。なんか、キノコ食ってるカエルがいたわ。で、これが、寄生虫。寄生されてしまうと、光に当たるまで同じ方向にしか進めないんですよ。だからこの状態、危ね。で、こいつが寄生虫を食ってくれるんですよね。で、光に当たると方向転換。で、この台を、虫かな、鳥かな、ところまで持ってきて、こうだ。食ってもらう。はい。さあさあ進んでいきましょうか。おっと、今度はなんか工場みたいなところにやってまいりました。ここはどうするんだっけな。あ、どうした、あのキノコが食いたいのか。そうか、ちょっと待ってろ。確かこっちの方、ここだっけな。よいしょ。あ、届かん。よいしょ。届いた。よいしょ。向こう行け。まあ、こいつカエルなのかハムスターなのかわかんないんですよね。ほら、ここにコロッと転がっていって。ほら、ハムスターのように こう回ってくれるんでね。よいしょ。で、このブレーキをかける。そうすると、なぜか雨が降ります。ぶっ壊れて、この機械が。雨やだな、傘持ってないから。俺のお気に入りのヘアスタイル、リーゼントが台無しになっちゃうよ。でね、ここですね。まあ、ここに水を溜めていくんですが、あらかじめこのいかだ、丸太を真ん中に寄せておいて、あれ、登れない。登れないぞ。もうちょっと手前でもいいか。よいしょ。で、登る。そして、ここのパイプをつなげてあげる。そうすると、水が溜まっていきます。満タンになったら、いきますよ。満タンになったら、こう、丸太に乗ってジャンプ。危ない。ギリギリだった。まあ、こんな感じですね。ん？なんだ？何にもないぞ。おや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 。なんだこれは。なんか汚い。下水って感じだな。なんか今度また変な工場に迷い込んでしまいました。これは何だっけな？
このブロックは引きずっていくんだっけな。あ、そう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 。そしてここに、こうだ。よいしょ。そしてここのレバーを引くととんでもないことが起こります。ほら、やばい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 。急げ急げ急げ。急いで登れ。で、ブロックが上がってくるんで、ここの蓋を上げて、上げて、よいしょ。こうだ。そうすると、まあ上に上がれるんで、まあ、タイミングよく、はしごにぶら下がって、まあ上へと進んでいくわけですね。タイミングミスると、この天井の棘に刺さって死んじゃうんで、ね。あと、ここね、これだ。よいしょ。これ、このブロックは木なので、木製なんで、ちょっと、こう、不安定なんですよね、浮いてるとき。いけるかな？よいしょ、いけた。ここは、なんだっけな、こうだ。よいしょ。ここの蓋を開けてあげて、こうだ。そうすると、風船がプカーンと浮かび上がってくるんで、タイミングよく、これで、こうだ。そして、この風船右端まで持っていってあげます。あ、早く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 、あ、やばい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 、危ねえ。そうすると、風船が浮くのでね、ここにスポンとはまって、この台が浮かび上がってくれます。こんな風に。ただめちゃくちゃ不安定なので、あんまり動くと水の中に落ちて溺れて死んじゃいます。よっしょ。いい感じかな。ここはなんだ？ここなんだっけ？これはレバーを引くんでよかったんだっけ？おお、水が増えてる。こうだ。よいしょ。よいしょっと。危ね。レバーを引く。こうだ。こうかな。あー、これどうやるんだっけ？ん？これ上行ける？上行けそうにないよな。あれれれ、これでどうやってやるんだっけな。あれ？上は行けないしな。どうにかしてこの水かさを増やしたいな。ちょっとね、水移動させすぎたか。あ、こうだっけ？あ、違う違う違う。レバーを、ちょっともう一回元に戻してあげて。よいしょ。このレバーを、あ、危ない。これもう一回上に上げてあげて。こうだ。よいしょ。で、こうだ。そうすればいけるはずだと思う。ジャンプ。よいしょ。ここ危ない。ギリギリなんだよな、いつも。で、こう、下げてあげると、いい感じ。よいしょ。あ、いけない。あ、死んだ。失敗しちゃいました。ここはどうするんだっけな。このぐらいかな？もうちょっか。こうかな。よいしょ。で、はしごを登って、こうだ。よいしょ。こうだ。で、ブロックが浮かび上がってくるので、これでいけるんじゃないの？あ、やばい、危ない。よいしょ。いけた。いけた。それじゃあ先に進んでいきましょう。
なんかまた変な寄生虫がいますね。確かここはこうやって、確かにこうだな、確か。よいしょ。で、寄生虫が上から降ってくるんで、ここ登って、こうだ。よいしょ。で、光に当たって方向転換、右に進んでいきます。で、はしごがあるのでタイミングよくぶら下がって、ゴミを避けながら、上から降ってくるゴミを避けながら、下へと進んでいきます。こうだ。よいしょ。危ね。お、危ね。あれ、これどうすんだっけ。あ、危ね。急げ急げ急げ。水が。急げ急げ。ちょ、早く早く。はしご登っていく。こうだ。よいしょ。よいしょ。さっきの光のところへ急げ。で、この光に当たって方向転換、右へ進んでいきます。で、はしごにぶら下がって、ゴミを避けながらジャンプ。そうするとさっきのあの丸太パイプがプカッと浮いてくるんで、それを利用して上へと進んでいきます。カーンと。で、これを足場にして、右上のところへ登っていく感じですね。こんな感じに。こうだ。で、この鳥に食ってもらって、OK。これ上だっけ？おお、雨降ってるな。ここは行けるのかな？よいしょ。お、ギリギリ。雨止まないね。さっきからずっと雨降りっぱなしだ。おっと、ここは屋根か。よいしょ。ここはパイプに捕まって。おっと、危ね、危ね、危ね。あ、やべやべやべ。危ね。で、次はなんだっけな。おっと、あれはエッチだ。エッチ。エッチよ。また。あ、危ね。よいしょ。割れた。で、どうやるんだっけな。あ、そうだ。一回下に降りて、こうだ。で、これの、スイッチをブレーカーかなを切ってあげる。そうすると上の電気が止まるので、先に進んでいくことができます。パイプを伝って登っていって、ここ、よいしょ、ホテル、ここホテルなんだ。変なの、工場のすぐ横にホテルがあるなんて まあ普通のホテルじゃないだろうね。よいしょ。危ね、落ちる。ふう。ってことはここは屋根の上か。よいしょ。よいしょ。おう。危ね。ガラスが割れる。で、このトロッコ、滑車かな、よくわかんないけど、これを使っていきます。ジャンプして、すぐ、またすぐジャンプ。よいしょ。よいしょ。危ない。で、ゆっくりと下へ進んでいきます。ここはホテルの中かな。これは危ない、倒れる。死んだ 下敷きになっちゃった。もう一回少し押して逃げる。完璧。おっと、矢印だ。これは右方向へ行く感じかな。
まあ、時間も時間なので、今回はここまでにしたいと思います。それでは、また。